はい、それでは今から、えー、スマホアプリの画面の方で説明したいと思います。まずこちらが、えー、スマホアプリになりまして立ち上げますと、えー、ログインしてくださいというふうな画面になります。でえー、おのおの作業者が持っている個人のログイン QR コードでログインします。 まあ今はゲストの QR コードを使っているんですけど一回ログインしますと、もうゲストでログインした状態になっていますので、そこからはおのの作業の QR コードをですねこう読んでいくと、このようにゲストが見ますかね、展示会商談。 えー、11秒12秒と今、あのー、時間の方が記録されていっておりますで、まあ、作業が終わりますとこちらの作業完了を押していただくとこの時点で、えー、いつ誰がどんな作業をしたというのを記録完了になりますその他に、えー、いろいろな QR コードを 準備していただいて、これは後ほどご説明するんですけども、サーボプレス1番71番を機械の方に貼っていただきまして、サーボプレス1を読み込んでいただくと、もう瞬時にえ記録開始になると。先ほどの間はずっとこれ消していただいてまして、えっと、 まあロットとか、一段落終わり次第、ここで終わり次第作業完了を押していただくと。これでえもう次の作業に書かれると。ミーティングですとか、いろいろあるんですけども、これも作業完了を押していただくと。次、調整みたいなこともえやっていただいて。で、慣れてきていただいたら、生産数とか不良数とかロット番号、尾行、こういったものも。 記入できるようになりますので、こちら記入していただいて、作業完了すると、次の作業の待ちになっているということです。以上です